続いてベルトの返還の儀式であります。いろいろと歴史を刻んでまいりましたこのユナイテッドナショナルヘビー級のベルト、しかし今一番似合う男が今ベルトを保持している天竜です。天竜のトレードマークが UN タイトルであります。これがチャレンジャー初挑戦スーパーストロングマシーン。さあもっともっと腕を殺しに行きますね、はい、天竜選手の利き腕の左をですね、はい、完全に封じようという前作戦ですね。そうですね、今のところ構成点を取っておりますがスーパーストロングマシンであります。これでね、腕を完全に殺されますと天竜選手はいわゆるザリアットは使えませんしね。おっとエンズイン、ここで猛反撃に出ますか。間髪を入れず一発完全にヒットしてますね、うん、一気にここで自分のペースを取るか天竜。今まではちょっと打たされすぎたというような、感じもないではありません。このコーナーのトップロープに左の腕をギリ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 と巻きつけて、さらにまた狙ってまいります。さらにまた狙ってまいります。そしてとどめを打つのはマシン風車型か、あるいはまたマシンラリアットか。まだラリアット一発も出しておりません。今夜のスーパーストロングマシン、さあダブルアームスープレックス、これも華麗に決まりました。非常に性能のいい機械マシンであることはうなずけますが、どうでしょうか、器用貧乏に終わってほしくない、そういう感じがありますが、ここでラリアットだ。さあスーパーストロングマシン火を吹いたマシンラリアット、そして場外に回るようだ、場外に回るような姿勢を見せたトップロープ天竜、気がついておりません。さあ天竜が気がついていないと、不意に来るぞ、ここは来るぞ、背中を見せたら危ない、飛び込んでいくか、行ったぞ行きました。すごい勢いでボディを当てました。フライングボディアタックと見ていいですか。そうですね、完全にヒットしましたね、はい、全身を当てました。これはちょっとダメージを受けました。天竜選手の頭を打ってなければいいんですかね、ちょっと苦しい展開であります。さあ天竜起き上がりましたね、ちょっと頭を振ってますけれども、今エプロンサイド、さあロープ越しのブレンバスターマーを毎回青い鉄柱へ直接打ちつけました。これで頭から今また場外に落ち込みます。これが天竜です。UA の王者天竜初防衛戦、今のところちょっと余裕のない戦いぶりにだんだんなってまいりました。序盤戦戦っている時にはもうやるだけやらせるというような雰囲気があったんですけれども、ちょっと苦しくなってまいりましたね、はい、しつこい腕攻めからですね、そうですね、ちょっと形勢が逆転しましたね、はい、さあ本部席の上で取れました。あっとすごい、そしてそのままフロアに落ち込んでいきます。まさに大きな岩石がこう粉々に崩れ散るような感じですね。これはちょっと危険な状態になってきましたね。さあスーパーストロングマシン初挑戦で初ダッシュになるかどうか、大きな賭けを見せています。スーパーストロングマシンの場外戦、いわゆる PWF ルールでもタイトルが移動するこの UN 選手権ですので、この展開はきついですね。山田さん、なんとかここでね、一気の反撃をしないと、はい、完全にペースを奪われてしまいます ね。天竜が今休んでいます。さあ天竜のこの後の猛反撃は見どころでありますが、さあ入ってくるところスーパーストロングマシンが待っています。60分の一本勝負、ここでジャーマンに決めたがカウント2、これが最も怖い技ですと天竜は言ってましたけれども、ジャーマンスープレックスホールドカウント2まで、また髪の毛を掴んで、さあ畳みかけるぞ、これはボディースラムだ、次なる大技は何か、またエプロンに立った、そしてセカンドロープからトップロープ、何か今日は秘密兵器を見せるのか、ウルトラシーを見せるようだ、フライングボディープレス失敗、ここでエンズへ行った、流れを作る天竜、エンズイからの次なる攻撃はもう一発エンズイ剣、膝がガクンガクンしている、おっともうソバットですね、そうです、ソバットを打ちました。さあ天竜の猛反撃だが、おスモールパッケージホールドヘッドデビアースにこれを使ってうまくタイトルを戻した天竜でありますが、技を盗まれました。今度はストロングマシンが狙っている、もう一回打ったぞ、またエンズイ、エンズイ切りのオス、すごいエンズイガスになりました、すごい勢いです、激しい対決です。さあもう一回、今度はマシンが不発、もう一回、おっと、もう一回足を取ったら首固め、さあもう一回返した、天竜返したぞ、天竜が返しました、素晴らしい返し技、カウント3、素晴らしい返し技でした。一瞬の隙をつきました天竜、本当に冷静沈着な天竜の素晴らしい返し技であります。カウント3確実に入ってますね、山田さん。入ってますね。まさにね、落ち着いて、はい、敵の裏をかいた、はい、やらせるだけやらせておいて勝ちに持っていった、
天竜のチャンピオンらしい 勝利ですね。そうですね、こういうのを横綱相撲というんでしょうね。しっかりですね、はい、はい、素晴らしい勝ち方。おっとスーパーストロングマシンが何か言っています。うん、高野俊二あたりも応援しています。やっぱりね、これはあのアピールする気持ちはわからないじゃないですけれども、あの負け負けとしてね、はい、2人認めなきゃダメですね。そうですね、そしてまたスーパーストロングマシンも一皮向けて大きくなってほしいと思いますが、あ、王者天竜の方から拍手、握手を求めたんですか。あの、おそらくね、まあこういう形で一番難しいと思います。またまたチャンスあるんですから、スーパーストロングマシンも握手をして、今控室の方に戻りつつあります。スーパーストロングマシン、これでスーパーストロングマシンにピンポールを取ったのは、いわゆる3局の中の選手では天竜だけですよね、山田さん。そうですね、やりましたね。